はい、それではただいまから高い会議の記者会見を始めます。本日は冒頭大臣からお質問を何千の選手からお願いします。歌舞伎だと思います。おはようございます。おはようございます。来年度から、来週から新年度が始まるわけですけど、はい、新たな年度を迎えるにあたって、取り組むべき政策課題について改めて教えてください。はい。まず経済安全保障の分野では今国会におきまして重要経済安保条項保護活用法案、それから経済安全保障推進法改正法案、この2本について、ご審議をいただいてますので、ご賛同いただけますように一生懸命、説明を尽くしてまいりたいと思っております。で、次に科学技術の分野でございますけれども、 AI、量子、フュージョンエネルギーなどもこの先端科学技術ですね、これを戦略的に推進していく、それから地の基盤と人材育成を強化していく、イノベーションエコシステムの形成などに取り組んでいくということが大事だと思っております。統合イノベーション戦略2024を策定しなければなりませんので、この検討を進めてまいりたいと思っております。それから宇宙政策の分野になりますけれども、昨日28日に宇宙技術戦略が策定されました。で、今後10年間で総額1兆円規模の支援を行う、ことを目指す宇宙戦略基金も活用しながら、我が国の宇宙活動の自立性を確保する。それから、やはり世界的に激化している宇宙開発競争、にも負けない、飛躍的成長にこうつなげていくということのために、戦略を実行に移していく、それが新年度だと思っております。さらに知的財産クールジャパン、戦略の分野では今年6月頃の知的財産、推進計画、2024を策定、しなければなりませんので、AI と知的財産を、巡る課題への対応などについても検討を進めてまいりたいと思っております。で、さらに、これも今年6月、頃を目標に、クールジャパン戦略の策定を目指してまいります。それから主な分野といったらそういったことになりますけれども、諸省が幅広ございますので、しっかり目配りしながら、一つ一つ一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。読売新聞の中田です。おはようございます。JAXA のスリムが2度目のSIに成功しました。また、お目覚めした形でスリムに注目が集まってますけれども、大臣の受け止めを教えてください。はい、日本時間でいうと3月27日の夜、2度目の夜を超えて、日照を得て、通信の再確立と広報カメラによる月面の撮影に成功したということでございます。つまり月面の過酷な環境に耐え、2度目の越夜に成功したと、いうことで、これ設計上想定されていなかった、ぐらいの成果でございますので、大変な驚きとともに、スリムの頑張りを誇らしく思います。そして丈夫な機体を、作ってくださった、JAXA やメーカーの皆様、そして粘り強くこの運用を、続けてくださっている皆様に、深く敬意を表させていただきます。明日30日早朝、までが月面の昼と、いうことで、通信やこの撮影のトライは続けられると伺っております。とても嬉しくて、今後我が国の探査の進展に、つながる成果が得られるということを期待いたしております。はい、ここまでお願いします。共同通信でないと
すみません、共同通信の名前です。おはようございます。冒頭にありましたようにですね、昨日宇宙技術戦略発見されたところだと思います。公開のやり取りの中でもあったんですけれども、まあ、これからの取り組みが重要になるものなのかなという機会でおります。予算を継続して確保するとかですね、その適宜の内容をアップデートするとか、そういった長期的な取り組みだと思うんですけれども、改めて今後その政府としてどういうふうに取り組んでいくのかお考えを聞かせてください。はい。昨日、宇宙政策委員会で、我が国初の宇宙技術戦略を、まあ、策定して、まあ、後藤委員長から、私に、趣向をいただきました。で、やはりこれ、この戦略っていうのは、我が国が宇宙活動の、まあ、自立性を確保するとともに、関連技術、でですね、この世界をリードしていくために重要なものになっております。それから、やはりこのミッションへの実装や商業化へのタイミング、についても示されているということで、これは予見性を高めて、民間投資の拡大にもつながりますから、大いに意義のあることだと思っております。でまあ、予算ですけれども、先ほど申し上げた、まあ、10年間で総額1兆円規模の、まあ、支援を行うことを目指す宇宙戦略基金を含めて、関係省庁や機関が今後の予算要求や執行において参照していただけるものになっております。で、宇宙政策担当大臣としてはもうこの関係省庁や関係機関とともに宇宙技術戦略を力強く実行に移していくということと、それからやはりこの今回の戦略を取りまとめるにあたって、スタートアップも含めて、産業界の皆様、エアアカデミアの皆様にもご協力をいただいておりますので、その産学官による取り組みを、まあ、さらにこう加速していくということで、まあ、宇宙政策の司令塔として、まあ、職責を果たしてまいりたいなと思っております。NHK の伊藤です。おはようございます。3月26日にですね、若田光一宇宙飛行士が JAXA を退職するということが発表されました。今日この後会見も開かれるということですけれども、若田さんのこれまでのご功績などを踏まえて、大臣の所感をお聞かせください。若田光一宇宙飛行士が、まあ、今年度をもって JAXA を退職されるということで、かなり寂しいですが、まあ、長年の、ご活躍に深く敬意を表させていただきます。若田宇宙飛行士は1992年に、まあ、宇宙飛行士候補者となられて、で、1996年に、初の宇宙飛行を実施されて、まあ、以来ですね、日本人最多の計5回、最長の 504.8 日間、宇宙で活動をされて、で、日本人初の ISS の船長もお務めになりました。で、地上でも長年にわたって ISS の運用ですとか研究活動、また講演などで教育広報活動、また JAXA の理事として、まあ、JAXA の運営などに、従事してこられました。で、とりわけ、若田飛行士はロボットアーム操作のスペシャリストでいらっしゃいます。もう世界的な、スペシャリストでございますので、まあ、ISS の建設にも、大きく寄与されました。それから、まあ、昨年、5度目の宇宙滞在中に、ご自身としては初の船外活動にも、挑戦をされて成功を収められたということで、もうこれは大変な、業績だと思っております。で、多岐にわたるご活躍をいただきましたので、これ、我が国の宇宙開発利用への多大な貢献はもちろんのことですが、子供たちの宇宙への憧れや好奇心も喚起していただき、また国民の皆様が宇宙開発利用にご理解を深めていただくことにも大いに貢献していただいたと感じております。で、昨年帰還される前に、若田飛行士が、
平和の心を友と挑んだ空の日々、故郷の草の香り懐かしと、読まれました。まさにこの和の心を持って、ISS、参加各国とも、協力をしてチームをまとめて、宇宙開発を牽引してくださったと、いうことは、まさに我が国の誇り、だと思います。これからの宇宙飛行士の方々の模範ともなる姿だと思っております。今後、どのような場所で活躍されるのかは私はまだ、知りませんけれども、お元気でますますご活躍いただきたいなと思っております。おはようございます。セキュリティクリアランスの法案で、ちょっと 内閣委員会の意見を踏まえて2点確認をしたいことがあるんですけども、はい、一つ、不利益な取り扱いを受けたっていう通報窓口なんですけども、火曜日の会見では個人的なご意見として設けた方がいいという話をされたと思うんですけども、内閣委員会でのやり取りでは少しちょっと前進したのかなという印象を受けたんですけども、最初のちょっと検討状況を、教えていただきたいのが一つと、あと、ちょっと国会の中で、この議論になったところで、情報監視審査会の議論があったと思うんですけども、これ仮定の話になって恐縮なんですけれども、仮に国会法なりで国会側の対応が進んだとして、今、特定秘密保護法にある19条の国会報告を今の法案に、盛り込むということが、その法案の全体の構成にとって何か支障が出てくるものなのかということと、あと盛り込むという作業が、この国会中にやることが、この政府にとってちょっと何か物理的に不可能な何か事情がないかというところだけ確認できればと思います。はい。はい。まず、法律案の中に、適合事業者が、従業者の方が適正評価の結果や、また、その従業者の方が適正評価に同意せずに、実施されなかったと、いうことの、通知について、この、従業者の方への不利益な取り扱いを含む目的外利用の禁止というものを規定いたしております。私が申し上げました、相談窓口でございますが、これはこの実効性を担保するための、ものとして考えております。で、適合事業者の従業者の方が、この適合事業者から、禁止行為に該当する、不利益の取り扱いを受けたと、考えられた場合に、相談できる窓口を、各行政機関、に、設けていただくということを考えております。それからもう一つは、やはり、お勤めになっている会社が適合事業者で、その契約先である行政機関に相談するということに抵抗がある方もおいでかと想定しましたので、この制度所管であります内閣府にも相談窓口を設けることが必要だと考えております。しかしながら、これは、法律案をお認めいただいた後に、有識者のご意見も伺い、パブリックコメントも、実施して、そして閣議決定を、する運用基準に明記するという方向で、検討してまいりたいと思っております。それから、国会の対応ですが、この法律案におきましても、9条におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する規定がございます。ですから、重要経済安保情報を国会に出すことはないというわけではない、ものでございます。で、9条の、1項の1号ですが、国会に重要経済安保情報を提供するにあたり、国会において重要経済安保情報を利用し、また知る者の範囲を制限すること、国会における審査調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の国会において定める措置、云々と、を講じ、と規定しております。
で、国会において取っていただく、情報保護措置の内容というのは、これは国会において、ご議論をいただくことに、なると思っております。で、何かこの、国会に、出す、国会法の改正に、なるということになって、不都合があるかといったら全く不都合は、ございません。で、何かこう物理的な問題もないと承知いたしております。ただ、国会法にかかることでございますので、これは政府の方から、打ち出すのではなくて、国会においてお決めいただいたら、それに、従うということに、そういう形になると思っております。おはようございます。再生可能エネルギーに関しては内閣府のタスクフォースについてお伺いします。先日ちょっとお伺いさせていただいたんですけども、その再エネの規制見直しを目指す内閣府のタスクフォースに中国国営企業のロゴマークが入った資料が提出された問題がありました。でこれについて一昨日その資料を提出した民間の構成員の方が、そのタスクフォースからの辞任を発表されまして、その会見の中で、民間構成員に就任した経緯について、河野デジタル省から、デジタル大臣からの推薦があったというような話もありました。改めて、経済安全保障上重要な政策にかかる部分のタスクフォースに、こういった人選があったことを、並びに、こう一連の報道があるまで、ご本人が辞任されるので対応がなかったことについて、経済安全保障を参加されている大臣としてどのように受け止めていらっしゃるかお伺いできますでしょうか。はい。そのタスクフォースの当該構成員の方が辞任されたということは、承知をしております。ただ、構成員になられた経緯ですね。これについては、私は承知をいたしておりません。官房長官、記者会見でしたか、内閣府の事務方が、提案した案を、河野大臣が了承されたと、聞いているという話で、私もそれ以上、直接その経緯を聞いたわけではございませんので、そのプロセスについては何ともコメントができません。ただ、再生可能エネルギーのタスクフォースということになりますと、ちょっと私の所管外ですので、任命のプロセスについても、コメントはできません。ただし、前回の記者会見でも申し上げました通り、エネルギーというのは非常に日本にとって重要なものでございます。それだけではなく、エネルギーだけではなく、重要な技術もたくさんございますので、そういった、日本の安全保障に、関わる、分野について、政策を、決めることに大きな影響を及ぼす、そういった組織の構成員を、選ぶときには、十分に、考えて、選んでいくというのが、各省、各府省庁、共通でやらなければいけないことなんではないかと考えております。朝日新聞のメクロです。おはようございます。セキュリティクリアランス制度について、ご質問させてください。はい。昨日の、内閣委員会の参考人質疑で、日弁連の、斉藤副会長が、おっしゃいました、イギリスとフランスではコンフィデンシャル級のカテゴリーの情報については範囲廃止していると、またアメリカでもその廃止が、提言されていると、いうことをその昨日の質疑で、おっしゃっていました。この点についてですね、これまでの政府の有識者会議ですとか、あとその、適宜行われているブリーフィング等で、説明があったことが今までなかったように思えるんですけれども、政府として把握している自立関係について、お聞かせください。また、
この点、制度創設の意義に関わるところだとも思います。この点についても大臣の受け止めをお伺いいたします。うん、私の問題意識としましては、G7 の日本以外の国、およびオーストラリアにつきましても、この法制度を、できる限り、調べさせていただいて、その上で、日本の特定秘密保護法、で、保護されている、外交、防衛、そして、特定有害活動の、防止、またテロリズムの防止と、この4分野以外にも、経済や技術、そして、インフラ、などですね、国によって制度は違いますけれども、日本の現行法制ではカバーできない、重要な情報、について、それを取り扱う場合にセキュリティクリアランスの、制度があるということで、これは同レベルの情報保全措置が日本においても行われている、状況にすることによって、同盟国、同志国との、情報交換も円滑になり、ひいては、民間事業者の、方々のビジネスチャンスの拡大にもつながるというのが、法律案を検討し始めた、スタートラインでございます。で、国によって本当に制度はバラバラです。その根拠となる法律であったり、それから対象分野でアメリカ以上に幅広く読める規定をしている国もありますし、それからトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルと、3段階の国もあれば、トップシークレット、シークレット、だけの、国も、ございます。様々、ございますけれども、ただ、やはり日本で、この経済、技術に深く関わる、分野について、きっちりと、この信頼性を確認した、方に扱っていただく、そういった形の情報保全制度を、新たに作らなければ、様々、国際共同研究、などにも、支障が出てくる。これは事実だと思っております。で、ちなみに、イギリスにおきましてもですね、先般、副首相とお会いいたしましたけれども、それまで割と各国、経済安全保障担当大臣と、いう形のカウンターパートになる、大臣がいなかったものですから、情報収集や、などにも大変苦労いたしておりますが、いましたけれども、昨年から副首相がですね、経済安全保障全般を見るということになったということで、大変それは私にとって嬉しいニュースでございました。ですから、各国様々運用は違えども、その対象分野ですね、というのは、日本より幅広い。で、そのクリアランスそのものを、どの範囲の方々に付与するかと、いうことについても、どこまでを、じゃあシークレットとしていて、どこまでをコンフィデンシャルとしているか、ここもまた国によって違いますので、そこはあまり、私は気にしておりません。まず諸外国に信頼していただき通用する制度を作るということが大事だと考えております。関連でもう少しお伺いしたいんですけれども、今回 の, その法案の趣旨はコンフィデンシャル級の経済保障 の, その重要安全情報を保護するという目的で、作られましたけれども、どこまでがシークレットでどこまでがコンフィデンシャルが国によって違うということで、そこはあまり気にされないということでありますと、この法案を作るその意義が多少存じられるのではないのかと思うんですけど、この点いかがでしょうか。それはないと思いますね。例えば、現在 の, 特定秘密保護法、なので相手国からこれはシークレット級ですということで情報提供された、情報
であったらやはりそのシークレット級として扱わなければならない。それは国によって判断が違います。トップシークレットですって提供された情報であったら、まあ、そのように扱わなければならないわけでございます。で、まあ、経済技術面の情報でも諸外国からですね、これは非常に直接的に防衛装備品に関わる、トップシークレット級ですと、まあ、いうことでしたら、まあ、当然にこれは特定秘密保護法の方で、対応をしなければなりません。まあ、それらは相手のあることでございますので、相手のこのランク付けに応じて対応していくということになるかと思います。すみません、最初の質問にちょっと戻ってしまうんですけれども、イギリスとフランスでそのコンフィデンシャル級を廃止しているということについて、政府はいつ把握したのか、またその点、例えば記者会見などとかで説明することも必要な状況かもしれませんけれども、この点についてはいかがでしょうか。入ってるよ、廃止してるとか。うん。これ何月の認識高いんですかね。要は、最終取りまとめをするまでに、有識者会議に提出した資料の中に、今おっしゃったことが入っております。ちょっと待ってください。何月何日のかが分かりませんけれども、最終取りまとめ今年の1月でございました。そこまでにずっと去年の2月から検討してきた有識者会議の資料の中に、諸外国における情報保全制度の比較、セキュリティクリアランス制度ということで、表が、ついておりますので、これらの情報について全部見比べて、見比べた上で、検討を進めていただき、今回の法律案に至ったということでございます。何月のか分からない。去年の3月。そうか、割と初期に出してたね、はい、去年の3月頃多分です。はい、時間がありましょうか。はい、お疲れ様でございました。